どうも、ホロライブの清掃担当、みんなのアイドル、夏色松井です。ということで、今日はですね、こちらのゲーム、アークをやっていきたいと思います。初めてのこの世界、ちょっと松井のこの見た目を見てほしい。この横からでもわかる、この傲慢わかんねえや。なんたらなボディ、この、すげくねこの目で見てよ。めちゃめちゃでかいでしょ。うん。そあ、豊満なボディ。そう、この体で今日は恐竜たちを魅了して仲間にしていく。胸はもういいじゃん。胸はもういいじゃん。笑わないでよ、松井のおっぱいを、そうやって。あ、いた。えい。ああ、もうパンチしかねえ。ほら、倒れな。お、ほら、友達になろう、松井と。大丈夫、怖いことはない、何も。あ。大丈夫？あれ？死んじゃった。友達死んじゃったー。なんで？殴って気絶させて仲間にするって聞いたんだけど。いや、持って帰ろう、家に。シオンの家に置いとこう、これ。ちょっと、どいて、どいて、シオン。どいて。これ、あげる、家に。友達。友達作った。死んでる。祭りの誕生日。え、この友達は勝手に逃げたりしないよね。勝手に逃げたら殺そう。他の友達の前で殺してしまいましょう。見せしめって大事。バイバイ。ここにおれよ。なんでついてくるの？かわいい、かわいい。ちょっと。家を建てよう、ここに。あ、体が重たい。胸が重たい。そういうこと？うんちした。まつりちっちゃい。まつりちっちゃくね？なんか。胸が変ですって？どこが？まつりの家行こう。よいしょ。はい。そこにいな。動物には優しいからね、基本。本当だよ。嘘ついてない。そんな厳しくしたことないもん、祭り、動物に。本当だよ。殴るだけ。ここ入り口にしたいから。危ない。友達の友達を殴ってしまうとこだったぜ。キヤキがコロネと遊んでる。祭り、いた！キヤキ祭りだよ。あ、キヤキも大きいね。なに？土下座？土下座してるの？あ、キヤキ祭りと
なんかエッチじゃん、裸で。何ここは、何の場所、これ何する場所なんだろう。あ、そうだ、あいつらにあげちゃおう、木の実欲しいか。あ、かなたーん、かなたーん、かなたんがね、昨日ね、夜中にね、急にね、まつり先輩、いつも優しくしてくれてありがとうございます、大好きですみたいなね、連絡が来たの。かなたん昨日急に送ってきてさ、へらったのかでもめっちゃ嬉しくて、そうそうそう、え、何急にって思ったけど、そうっていうのがね、来てたんだよ。いい子じゃない。 いい子よ、悪い子なわけなかろうね。ねえ、ナンバー70722、言いづらいんだお前の名前お前の名前は言いづらい。もっと早く太って、まつりがいつか食べるからね、君のことはね。君はまだ知らないでしょ。うんち、お前、お前さ、家の中で糞するんじゃないよ。そんなやつはね、追い出します。お、家っぽい、え、超家っぽくない？うわーん、豆腐ハウス、めっちゃ豆腐ハウスだ。なんかもっとよくできる気がする。窓とかつけれないのかな。窓とかさ、太鼓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 、これでいいじゃん。これで太鼓、あ、いろいろ足りないね。うんちした、誰うんちしたの、またお前、うんち大好きじゃん。こんにちはってどうやってやるの、どうやってしゃがむの、ジャンプしかできない。みこちー、みこち好き。太鼓、木材、木材そんなに必要、何変わって。この子はでも友達だから殺せないよ。他の子殺してくる。逃げて、動物さん逃げて、逃げなくても大丈夫だよ、まつりがすぐ楽にしてあげるからね。いけっかな、まあ、最悪逃げようかな。待て待て、はい、死んで。まつり、川が欲しいんだ。どこに逃げても追いついていくよ。まつりは君のもとへ、友達だから。疲れてるって、今の間に逃げな。1、2、3、4、飽き飽きに見られてる、まつりが動物を殺めるところ。あ、飽き飽き剣持ってんの、そんなん強くね。ダメージ蓄積してないのかな、そのでないことある。ほい、はい、おいや、背中を刺す、頭も刺す、めっためたに刺して、死んだー、はー、やったー、よいしょ、よいしょ、よいしょ、見て、死んだー、死んだ、死んだ、死にました、死にました、やったぜ。これでもう死んじゃったから、皮を剥ぎますか、じゃあ。
メだよ。もう浮いちゃダメだよ。わかった？浮いちゃダメだ。皮をくれ、皮を。皮、皮。生肉も欲しいけど、皮も欲しい。あ、かなたんくん。うぅ、なに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 、キモい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 、シンプルにサメだわ。ごめん、うんちしちゃった。ごめん、しょ、ごめん、ね、ごめん、しよう。あと1個、シュンシュンシュン、オッケー。うわ、家だ。クレー、もうこれは、これ明るくできないの。ちょっとシオンちゃん家を見に行こう。参考にしよう。シオンの家の明るさを。暗いね。松井の家だけ明るくしたろ。いいじゃん。いいね。みんなの家暗くね。そう思ったら。みんなの家明るくしてあげようかな。それ配信外でやろう。んじゃあ今日はそろそろ終わりたいと思います。家もできたしね、ペットも飼い始めたし